けど、年俸5億。高すぎやろ。素晴らしい円安。ビシエドの年俸。中日ドラゴンズと3年契約を結んでいるビシエド選手。現在、円安が進んでいる影響で、年俸が5億円まで膨れ上がった。来年で契約が切れるが、どうなのか？素晴らしい円安やん。この働きで5億はマジでありえない。やっぱドル払いだから厳しいよね。新聞社では厳しいかな。高く事業やってるけど、現に東海テレビも CBC も苦しい状況にあるよね。不動産とドラゴンズが経営の要になってる。不動産とドラゴンズしか儲かってなくてくさ。もう中日ビルールしかないだろ。球団の身売りが最大の補強。この状態でビシエド2億はヤバすぎる。ドラゴンズが強くなるには、盤石な資金力のある企業に買い取ってもらうしかないよな。トヨタ。5億を背に受けて、飛ばせトーク。ドラドラ情報局は、中日の現地情報、有益な情報を発信中です。高評価、チャンネル登録もお願いします。